こんにちは、吉谷さん。まあ、ナンバリングね、本当お疲れ様でございます。1000話、2000話になるとね、修正がすごく難しいなっていうのはよくわかります。実はね、今日、夕べになりますけども、ある方がね、私のことをものすごくね、褒めてくれてっていうかね、私のおかげでこの1年が自分のビジネスが成功したっていう風なライブ放送をしてくれて、でそこにですね、16名ぐらいの方がライブ参戦してたんですよ。で私も自分のことが喋られてるんで、ちょっとポロッと言ってみたら、まあ私のね参加に対して、わあ久保さんが来た、本人が来たみたいな、神降臨だみたいな感じでものすごく盛り上がってて、あれいつの間にかここに私のね知らないところにファンクラブみたいなのがあるなと思ったんですよ。でそのライブ放送をしてくださった方っていうのは、確かに私がねチャンネル登録1万人ぐらいの時にまだその方は100人ぐらいだったんですよ。この2桁違うところに、まあ、いわゆる、まあ、降りてって言ってたら偉そうなんですけど、行って あなたのチャンネル素晴らしいねって本当に思ったんで、そういうふうに、言葉をね、コメントを書いて、でそれからのお付き合いなんですけども、それから1年経ってね、彼は見事に、筋を通してくれたっていうかね、もう断るごとにこれは速稼塾の久保さんのおかげですよみたいなことで、あちこちでライブをしてくれたりね、動画を撮ってくれたりとかして、そのうちの一つのライブ放送に私が今日参加したってことなんですよね。でここで何が言いたいかっていうと、まさに私はこういうことを考えていたんですよ、うん、で吉田さんとちょっと大きく違うっていうかね、他の方とも違うのは、私はね自分の速稼塾の中で大きな実績を出した人っていうのが出てきても、それは私の力だと思ってないんですよ。その人の資質がそうなったと思ってるんですよ。だからこれは見方によってはちょっとね謙虚すぎてお人よしなんかではないかなっていうような素質もあるんですけども、私のおかげでこの人は成功しましたっていう方は、私はねなかなかできないんですよ。本当にそう思ってるんで、この人に資質があるから、資質があるからこそ、才能があるからこそ、私みたいな情報発信を見つけて、私のちょっとしたきっかけをプラスして勝手に成功したと思ってるんですよね。で素質がない人っていうのは、はばかりながら私の動画見ても何も感じないと思ってるんです。そのぐらいのことを思ってるんですよ。まあ、ですんで今回そういうようなライブ放送してくださった方もね、もともと素養があったんですよ。で私に小さなきっかけを与えられて、それを取り込むことによって大きく飛躍したと思うんで、9割ぐらいはその人のね資質なんですよ。なのに私は、いやこの人はね私のおかげで私の塾に入ってからうまくいったんですよっていうのはどうも恥ずかしくて言えなかったんですよ。でも私は信じてました。何かっていうと、私がいちいちそんなこと言わなくても、いや自分の成功はね久保さんによって、速稼塾によってなったんですよ、だから私なんかでもこの人は本当すごいんですよ、師匠なんですよっていうふうにあっちこっちやってくれるだろうなと思ったんですよ。考えてみれば今までそういうことがずっと起きてました。速稼塾始めて1年目もね、大きな実績を出した子が何人かいました。30人ぐらいいたんですけども、やっぱりあっちこっちでセミナーやったり動画を撮る中で、私は速稼塾の出身者ですと、速稼塾の第一期生として、一番最初に実績を出したのは私なんですよっていうふうに言ってくれてね、で私のことはねそういうふうな形で、何ですか、支えてくれたっていうかね、まあ讃えてくれたんですよね。まあ、そういった方が必ず現れると思ったんで、私は過度に自分で自分の功を誇るようなことはしないようにしてきたんですよ。まあこれは私がねちょっと武士道みたいなことをちょっと学んできたから余計なのかもしれませんよね。というのが、どっかの王様が武将がね、将軍が戦の後にドーンと死んだ時に、誰がこの将軍を取ったんだって時に、自分が取ったのに言わずにね、いや誰なんだろうねっていうことなんですよ。で功を誇ることがないみたいなところがちょっと武士道の中にあったらしいんですけども、ちょっとねその聞きかじりの武士道に学んでるところもあるのか、私がもともとそういうふうにねちょっとこう恥ずかしがり屋なのか分かんないですよね。俺のおかげですって言いにくいんですよ。まあ、ですんであんまりできなかったんですけども、年に1回ぐらいね、速稼塾に対してどう思いますかみたいなアンケートを取って、皆さんから寄せられたメールを動画で喋るみたいなことをするんですけども、確か去年もやってるんですよ、速稼塾に対しての感想をってことで200人ぐらいの方が応援していただいて、その感想を読むのに1週間かかったみたいなことがありましたけどね。1時間ぐらいのライブ放送で7日間連続で喋ってたみたいなね。で喋ってる途中にもいっぱい届くんで、なんか終わるのかなと思ったら1週間ぐらいで終わったというねことがあったんですけども、そういうふうな視聴者さんとか塾生さんが自発的に私のことをねすごくいいように立ててくれるものに対しては、私は謙虚にありがたく受け止めたいんですけども、自分からなかなか言えないんですよね。そこがねちょっと吉谷さんと違うところなのかもしれません。だからちょっと甘いんですよね、私ね、ビジネスに対してこういうことを考えると。
で 何が何でも金を稼いでやろうっていうところもあんまりないんですよ。なんかもうある意味ね、小さく落ち着いたっていうか、まあ今はもう十分だなと思ってるんですよ。十分だと思ってるけども、別に進化や成長を望んでないわけではなくて、多分意外なところにね、自分でも無意識的に新しい売り上げを広げる手がかりっていうのを残してるんですよね。きっとその与沢翼さんのサブスクの参加の件もそうですけども、ちゃんとコメントしてるんですよね。ちゃんとコメントして、お、久保さんが降臨したみたいな感じで結局来るみたいなね。それはね、意識してないんですけども、もうそうなっちゃってますね、今ね、おかげさまで。ということで、これもね、しつこくしつこく継続してるうちの一つです。吉谷さんがやっていたスマホアプリの、ね、ライブ放送ありますよね、フォローアップライブみたいな、毎週水曜日か木曜日にやってましたけども、あの時と一緒、20時間ライブと一緒、コメントをブワーッと書いて目立って、そして他の視聴者さんから速稼塾の久保ですっていうものをね、頭に脳裏に焼き付けてもらって、いずれはね、情報なんかこう考えてたんですよ、吉谷さん。山口陸さんも、いやいや名前出しちゃいますけども、スマホアプリのことずっと放送してましたけども、きっとこの人もどっかで終わるだろうなって、やめるだろうなと思ったんですよ。で、やめたら多分そこのサポートを受けてた人は速稼塾の久保ですってものが今度は繰り上がって当選1位になるんではないかなとね、思ってたんですよ。だからね、私はね、吉谷さんと一緒で、どんな人よりも情報発信続けるんで、例えば誰かね、今情報発信に目立ってる人をバーッと褒めてるとするじゃないですか、この人すごい、この人すごいよみたいな感じで出てっても、その人がいなくなった時に、あのいつも誰々さんのことすごいよすごいって言ってた速稼塾の久保っていうのは誰なんだっていうような印象を植え付けていくというね、こういうふうなね、まあローカル作戦ですね、ドブ板作戦ですね、これを無意識にやってるんでしょうね、きっとね。ということで、いってらっしゃい。